ドンドゥルマを作っているところ、ドンドゥルマを作っているところ、ドンドゥルマはトルコの評価。トルコ語で凍らせたものの意味で、トルコでは各種アイスクリーム、評価全般を指す。一般的なアイスクリームに似ているが、粘りがあることが特徴。日本国内ではトルコアイスとも呼ばれる。トルコの伝統的なドンドゥルマは、砂糖、溶乳、サーレップなどが、 特徴的な原料となる。サーレップは、トルコ山岳部に自生するランカオルキス属の植物、オーケスマスキュラなどの開イを乾燥して粉砕した粉を湯に溶かし、成分を抽出した液で砂糖などを加えて飲用にされる。このサーレップにチ,チと砂糖を加え、一旦沸騰させた後、弱火で1時間ほど絶えずかき混ぜながら、 ヨーグルト状の硬さまで煮詰め、冷やして固まった後に長時間練り上げ、繰り返し空気を含ませながら伸ばすことで、餅のような粘りを生じさせる。気温の高い地方では、ドンドルマが溶けて、垂れるのを防ぐために粘土を上げる必要があり、増粘剤として、サーレップが使用される。最も基本的な味は、甘いミルク味もしくはバニラ味であるが、コーヒーや、 チョコレートなどで味付けしたものがある。中でも特徴的なものとしてミルク味のものに唐辛子を加えて甘くかつ辛く味付けしたものがある。店頭での受け渡し方にも特色がある。店員が客にドンドゥルマを渡す際、わざと上下ひっくり返して見せたり、受け取らせなかったりなどといったフェイントをかけるパフォーマンスをすることが多い。 商品自体の粘り気を利用するのが味噌である。トルコ人の多くは、ドンドルマを食す際に必ず水も用意しておき、合間に飲むことで喉を詰まらせることを防ぐ。サーレップがもたらす粘土が強力であるため、このような習慣が長年にわたり身についており、国外在住トルコ人は、サーレップ未天下の現地のアイスを食す時ですら、 水がそばに用意されていないと安心できないものが多い。トルコでは粉末のドンドゥルマの素が販売されている。牛乳を加えて泡立て器かミキサーでよく泡立てから凍らせて作る。トルコでは評価全般がドンドゥルマと呼ばれるため必ずしもよく伸びるタイプのものとは限らないが伸ばすためには凍ってから練る必要がある。トルコでは飲用のサーレップの素も 粉末で販売されている。これをドンドルマの元に代用することもできる。日本でトルコフアイスと称した製品が出回っているが、その多くは原料、製法ともドンドルマとは全く違う製品である。多くはサーレップは使っておらず、海藻などから抽出した増年多糖類によって粘りをつけている。トルコ以外の日本、台湾などの飲食店。 露店で販売されているものにも、トルコの原料、製法と異なる場合がある。日本の屋台で販売されている、トルコアイス。ありがとうございます。